もうすぐ地方帰ってくる。そう、千穂ちゃんとゆみこりん、千穂ちゃんから多分飛行機乗る前なんかな、連絡来てた。今から帰るんごって来てた帰るんごって来てたから、日本雨やばいんごって送っといた日本雨やばいんごって来たら、そう、風も飛行機落ちないように気をつけてねって送っときました。おふうやん、おふうです。ふうめっちゃさ、呼び方めっちゃ多いよな多分やぶこ、あ、そんなかん、やぶこ、ふうちゃん、ふう、おふう、やぶげ、結構ありますね。あ、ふうたそう、そう、あゆみがふうたそうって言うからふうたそうって言う人も結構います。でもみちゅがおふうって言うからおふうぜ結構めっちゃ多いおふうぜめっちゃ多いかも最近。ふう、なんかよく見るおふうってやつ、よく見る。誰がお気に入り全部全部お気に入りです。全部好きですよ、なんて呼ばれても。はい、なります。そう、ふーちゃん、そう、ふーちゃん、ふーちゃんも多いですね。みんな結構、お嬢っていうお嬢、ふうのいとこの犬の名前はお嬢ですトイプードルのワンコの名前お嬢です。ビンゴの思い出、瀬戸ビンゴの思い出ならあります。顔面砲、クリーム砲、顔面クリーム砲されて、裏でガチで泣いた。もう悲しくて辛くてそう、なんかすごくかん、もうめちゃくちゃ泣きました。もう本気泣きした、ほんまに泣いた、泣きました。それが思い出です。めっちゃ泣いた、ほんまに。なんかもうなんでなんですかみたいな言いながらそう、なんでこんなことになったんですかって言って泣きました。痛かったの、痛かったっていうか、全然全然やりたくなかったんですよそう、ふうは全然やりたくなかったのに、なんかやりたいって言ってる子がたくさんいたから、ふうはもうぼーっと座ってたんですよ。その時なんか誰がやんのやろうみたいな感じで思って座ってたら、まさかのふうになって、やりたいって言ってる人がいるんだからって言ってました。ずっとめっちゃわがまま、やりたいって言ってる人がいますって言ってめっちゃひどいことやったんですよ。だから余計ショックでした、自分って聞いた時は。うん、ほんまにあれは悲しかった。あれ甘い、甘いですよ、すごい。普通のクリームです。なんかコストコとかで売ってそうなやつ。そう、でもまたバラエティやりたいなって思います。面白いこと全然言われへんけど
そうそうそう。やりたいです。でもあれで瀬戸ビンゴでめっちゃ握手会とか来てくれる方増えたし、そう。でも確かにクリーム砲の会での次の握手会とかめっちゃ多かったです。来てくださる方、なんか瀬戸ビンゴ見てきたよとか関東の方とかめっちゃ多かったから。そう、瀬戸ビンゴすごいなって思いました。そう、